はい、どうも、ジャルです。さあ、今日も、今週もエボニープレイ配信をしていきますということで、はい、この配信は、課金プレイヤーの、ジャルがダラダラとエボニーをプレイしながらいろいろ話すプレイ配信となっています。ということで、いつも通りね、ラリーをしとかにね、参加しながらやっていきます。はい。で、今日のお品書きですね。今日は、ジェム、ちょっと使いすぎ問題がね、起こりまして、はい、ジェム投資のね、優先度について考えていきたいなと思っています。はい。ということで、前回、ね、先週、ちょうど、スピードアップの消費還元と、あと、ジェムの消費還元かな？はい、この消費還元イベントが、前回、先週配信した時には、ジェム、スピードアップ、建築、回復、みたいな感じだったんですよ。ということで、そう、ジェムのね、消費還元、どれぐらいジェム消費しようかなっていうところで、先週の時点では、20万ジェムで抑えようと。ちょっと、はみ出しても、まあ、20万で、ね、止めるぜ、みたいなことをね、言っていたんですけれども、この前の土曜日の時点で、28万ジェム消費してて、まだ、ね、毎日の祭祀も、闇市での購入も残っていたので、もうこんな無理だよって言って、結局50万消費をしましたと。はい、50万ジェムをね、使って、まあ、50万ジェムを、そのね、この今日の、ね、4時までの、消費還元イベントで50万使ったにもかかわらずまだ47万残ってるのはね、素晴らしいことだと思うんですけど、ちょっとね使いすぎちゃっててどうにかしないとなと思って、何に焦点を当ててジェム使っていこうかなっていうのをちょっと整理していこうかなと思います。まあ特にね、その後悔をね、してるわけではなくて、必要なとこにはジェムを使ったんですけれどもね。はい。遅れなかった。はい。まず、そもそも、そう、ジェムを今、私、貯めたいと思ってるんですよっていうのは、もう、ジェムの投資先はもう決めていて、私今はね、もうちょっとアップした方が見やすい。はい。今、白がね、白レベルが32なんですよ。お、にゃんちゅうさん、こんばんは。白レベルが今32なので、次のね、金曜日からまた資源の消費還元イベントが始まるので、まあ、そのタイミングでね、白レベル33のレベルアップの建築をしようと思ってるんですよ。で、白レベルの建築したら、いよいよね、火事場を、まあ、今30なんですけど、33にしようと思ってまして、その心は、このね、製造でアケメネス装備。このアケメネス装備を作りたくて、ずっと震えていたので、まあ、ついにね、これに着手できると、というところになってますと。はい。で、アケメネス装備をなんで作ろうとしてるかっていうのはね、皆さん、ご存知の方も多いと思うんですけれども、アケメネス装備のそのセット能力ですね、この6個、セットで装備すると、この敵兵の攻撃力が 15% 下がると。いうね、チートみたいな能力を持ってまして、これを防衛官の常時に、着せるだけじゃなくて、このね、属州都市、私、8つ属州都市持ってて、8人市長がいるんですけど、この8人の市長それぞれに着せることで、合計 9×15 なので135。ですかね。の、デバフが、かかりますと。相手の攻撃力が135下がるってえぐいですよね。っていうので、
アケメネス装備をね、もう一刻も早く作りたいなと。で、アケメネス装備を作るだけでは飽き足らず、今やろうとしてるのは、このアケメネス装備をさらに強化をしてね、強化をして、この騎兵の攻撃力とか、HP とかを、しっかり防衛艦用のアケメネス装備は、しっかり強化をしていこうと思ってますと。ただ強化って死ぬほどお金かかるじゃないですか、ジェムが。もう例えば、ねえ、なんかいいやついたっけな。あ、アレス装備なんかがわかりやすい。学費のアケメネス、学費のアレスブーツなんですけど、こいつ、行軍速度 24% とか、騎兵の防御力とか 23.7% とかで結構いいのがついていて、これ強化すると消えちゃうんで、絶対6個かけるんですよね。ってなると、1回の強化で 4K ジェム取られますと。もうアホみたいですよね、こんなん。この残りのスロットにいいのが出るまで。このいいのが出るっていうのも、結局ね、種類がこんだけあるんで、この中から、お目当てのスペックを引いて、かつ、この能力値も高くなきゃいけないっていう、地獄の強化源泉が待っているので、もうジェムがね、死ぬほど、吹っ飛ぶことがもう目に見えていて、私の推測では多分200万ジェムぐらいはかかるだろうと思ってるんですよね。だから貯めようって思ってたんですよ。貯めようと思ってたはずなのに気づいたら50万ジェム使ってて、ちょっと何をやってんのかよくわからないんですけど、はい、ちょっとね、意識して貯めないとジェム使っちゃうなっていうその反省もねありまして、ちょっとジェムの使い道について今一度ちょっと考え直そうとふうに思った次第でございますとなってます。まあただね、今回ジェム何に使ったかっていうと、結構重要なところに使ったんですよ。一つがこれ野党ね、野党の担当官を、特別な存在にしましたということで、この班長さんね、今、特別担当官としてついています。そう、元からね、班長を担当官でつけていたんですけど、こいつずっと中級担当官だったんですよね。で、やっとね、この特別担当官にすることができましたということで、これまで野党の攻撃力 90% だったのが、プラス 150% 上がりましたということで、野党って、無料でね、敵を殴ってくれる素敵な、施設だと思うので、私結構重視していて、はい、野党を上げたかったんですよね。で、何をしたかっていうと、この強化ですね。このジェム強化で、攻撃と防御、野党が参照するのは攻撃と防御なんで、この攻撃と防御を、なんとかプラ500にしなくてはということで、このジェム強化のね、攻撃と防御だけを選んで、これをなんか たくさんクリックしましたね。はい、なんかジェムが大量に太りました。はい、ただね、これをした甲斐があって、そう、特別担当官することができましたと。でそう、重要なのが、私の班長、レベルが33で、これ君主レベルが33で、今レベルマックスなんですけど、なんかエモートを押してくれた方がいる、ありがとうございます。なんかふわふわふわってなったの初めて見た、おもろ。はい、班長さん、戦力が1M しかないんですよね。で、特別担当官の要件って、ステータスだけじゃなくて戦力も関わってきますと。で、これの達成が、そう、実は、アレス装備とかがあると、でもアケメネスとかもね、あると多分いいんですけど、この、学費が私今、アレス装備つけてるんですね。で、このアレス装備が、戦力42万とか、38万とか、あるんですよ。まあ、ちょっとね、ドラゴン装備は、23万ぐらいか。なので、ちょっと
弱いんですけれども、ただこのアレス装備とこのドラゴン装備をつけてあげることでギリギリね 3.1M を超えることができまして、特別担当官にすることができましたと。で、重要なのが野党にセットした後別装備外しても関係ないんですよね。そう、今はもう戦力下がっちゃってるんですけど、つけるときに、このね数値を達成してればいいので、はい、ここで 3.1M 装備を付け替えて、特別担当官として付けて、即装備をね引っぺがしましたっていう感じになってますと。で、じゃあ次にスーパー、なんか特別とスーパーってなんかさ、特別ってスペシャルですよね。なんかスペシャルの方が強そうな気がするんですけど、スーパーが上なんですね。はい、どうでもいいや。はい、スーパー担当官にするためには、今度戦力は同じなので、これはもうすぐ達成しますと。で、今度ね、パラメーターが1350、1350ということで、今ギリギリこの1200を超えたところなので、このあと150も上げなきゃいけませんと。で、これ、みんな大好きエボニー・ウィキさんをちょっと確認したんですけれども、どうやら君主レベル38とか、君主レベル、将軍のレベルが38とか39じゃないと難しそうで、もちろんはね、限界突破とか、アレースの血使って限界突破とかをしたら、あれでもパラメータが上がるんですけど、あれも結局ビビたるものしか上がらないんで、はい、まあ、正直ね、君主レベルを上げるのしんどくてしんどくてしょうがないんで、多分無理ですということで、なんていうか、今の、私の目指せる、現実的なね、上限が特別担当官かなというところで、まあ、狙ったね、数値を出すことができたなと思っていて、まあ、結構満足してますと。でですよ。ってなってくると、このね、射場の担当官とか、別にこっから行けばよかったわ。はい、射場の担当官とか、訓練所の担当官とか、今専用の担当官つけてるんで、こいつらも上げたくなるのが人情じゃないですかってなってきて、はい、私このジョアンとアブドですね持ってますと。で、あとアショーカも専用担当官なんで、こいつらも上げたいんですけど、さすがに300で止まってるんですよね。はい、こいつ、300で止まってるんですよね。必要なやつだけ300で止まってますと。なので、まだまだジェム使うんですよね、こいつら。はい、あと、ノウゴロドのオレグ、こいつ、騎兵の馬小屋のね、担当官専用機なんですけど、多分ね、こいつを真っ先にあげたいんですよね。なので、そう、あ、彼、そう、限界突破しようと思ってたんだよ、忘れてた。わーい。わーい。でも別に今すぐ使うからな。でも、やろ。確定させよう。はい。はい、このノブゴロドのオレグですかね。こいつも上げなきゃいけないんで、こいつもね、こいつそもそも通常の強化さえしてないんで、今ちょうどゴールド消費のタイミングなんでね、上げようと思ってるんですけれども。そう、こいつもね、あげたいんですよっていうと、担当官まだね、あと5人強化待ちですと。このね、5人に、ジェム使いたいなっていうのと、あとはエレクトラさんですよ。みんな大好きエレクトラさん、私ね、もうだらしないですね。全然強化してないですと。まだ350とかで、これもね、500にしなきゃいけないですよね。私のメイン PVP アタッカーに、なるので、エレクトラもね、あげなきゃいけないんですよ。ちょっと、エレクトラ、あ、ヒカさん、こんばんは。私も今日オレグ上げ始めました。いや、そうですよね。そう、オレグをね、上げるんですよ、絶対に。だって、馬小屋、ね、レベル33、明け目ですと同じ33ですよ。もうこれはね、レベル33にして、頑張ってねって書いてありますからね、これね。いやー、ヒカさん、上げ始めちゃいましたか。そうですよね。そう、あ、月見さん、こんじゃるわです。
いつもありがとうございます。はい、このオレグあげるんですけど、こいつもね、攻撃力1300、統率力1250とかね、求められてるんで。で、こいつに至っては、オレグはもう限界突破もしますと。この赤星もね、つけたいと思っていて、そう、中トン歩兵と騎兵の防御力が 10% アップ、HP が 10% アップってめっちゃいいこと書いてあるんで、はい、彼は限界突破もするんですよ。私、たまたまね、1個持ってるんで、こいつもね、かけら30約束されてるんですよね。あれ、あとなんかあったっけ？あと、オレグさんは？あ、8しかない、無理だわ。はい、オレグさんは1回だけ限界突破できますね。赤星にできるんで、もう限界突破もするつもり満々ですということで、多分ちゃんとね、500にすればこいつも特別三等官になれるので、こいつ頑張りたいんですよね。はい、訓練場の担当官って多分全部そのやれることは同じで、速度 50% アップ、上限プラス2000で、訓練上限プラス 50% みたいな感じなんですよね。多分他も一緒です。はい、射撃だろうが歩兵だろうが、工場兵器だろうが、書いてあることは同じですということなんで、同じく多分ね、馬も、この訓練速度、訓練上限の、プラス2000プラス 50% っていうのはきっと同じはずなので、T1 馬を、1億作るっていう時にはやっぱね、この担当官をつけてるつけてないは多分結構影響でかいかなと思ってまして、はい、ここの、ワークショップというか、馬小屋の担当官を特別にして、かつ王城の担当官も特別にして、訓練条件 50% アップっていうので、その1回あたりのね、訓練が楽になるようにしたいなと思っていて、ちょっとね、ここをね、優先的にやりたいなって思ってるんですよね。はい、っていうので、この辺が、ジェムの使い先の候補なんですけれども、いや、他にもね、ジェムが使いたいところがあるんですよ。いや、むしろ使ったんですよっていうのが、あ、やった、強制労働できる、働きたまえ。はい、ドラゴンですね。このドラゴンの医療、これがですね、私低いんですよ。低いんですよはちょっと語弊というか、ドラゴンの上げ方、なんかちょっとちゃんと上げなかったせいで、パフニールの工場兵器のやつだけを使う、騎兵として使うのになぜか工場兵器のやつだけ上げちゃって、はい、よく分かってなかったですこの時には。はい、一気上げしちゃったんですけど、はい、このね、今回このドラゴンのカゴのレベルを上げたのと、このケルティックデーモンの技量をレベル5レベル5にしたっていうところを、今回ジェムね、使いました。これもさ、1回で2200ジェム使うのえぐいですよね。もりもりなくなりました、ジェムが。びっくりしました、これ。はい、ただね、やっぱりパーセントで上がっていくので、それだけの価値はあるかなと思うので、そう、今後も上げていきたいですよね。特にエレクトラさんがね、ケルティックデーモンを従えてるんで、ケルティックデーモンの技量を優先してあげようかなって思ってますと。はい、さらにさらに、このケルティックデーモンのこの強ジェムで強化でも、使いました。あ、ちょっと待てよ、なんか、あ、戦力増やしました。はい、あ、今日はドラゴンじゃないですね。この歴史の名称クエスト、化学工場の歴史の名称クエストの一番下に、ドラゴン20回強化するとか出てくるんですよ。で、通常はやらないんですよね、そのジェム使うのもったいないんで、なんでもない、ジェムの還元がないタイミングで、
400×20 だから8000か。8000ジェムも使いたくないなと思ってやってなかったんですけど、まあ、ジェムの消費還元中はやるかっていうことで、あー、くん送れなかった。はい、結構ね、消費還元タイムの時にはこのジェムで強化をねやってたんですよね。それでね、8000ジェムずつなくなっていったっていうのがありまして、はい、まあね、ここはね、ロックにはジェムはかからないので、そこは優しいですよね。そう、ケルティックデーモン結構良くて、行軍速度 14.7%、 射撃攻撃力 130.3% で、射撃兵の攻撃力がね、今これフラットバフなんですよね。267ついてて、射撃兵の基本アタッカーが多分 T12 になるんで、まあ、これはね、外したいなと思ってるんですけど、まずは全部射撃兵の攻撃力にしようと思って、この3つロックして、ひたすら強化をね、やってました。はい。これでもなくなるんですよね、ジェム。よくわかんないよな。はい。あとジェムの使い先は、はい、本当はもっとジェム使いたい、この、祭祀ですね。祭祀、このジェムを捧げる。で、毎日ね、毎日15とか20やっていて、だいたい今の、ジェムの消費還元じゃない期間は、10回までジェムでやって、残りの5回をね、貢ぎ物でやる、みたいなのやってますと。で、ジェムの消費還元中は、15回まで、割安なんでね、15回まで、ジェムでやって、残りの5回は貢ぎ物を捧げるみたいなのをね、繰り返して、毎日20回を基本的にはやってましたっていう感じですと。はい。で、これもね、ジェムが吹っ飛ぶじゃないですか。いや、それどころかね、最初は本当はもっとやりたいんですよね。結局、君主のエキスポって、祭祀で上げるのが多分一番効率的なんで、もう、ひたすらジェムをここに突っ込みたい気分なんですけどもね、さすがにそこまではできないので。そう、最初は定常的に使うでしょう。あと何使ったっけ？あとは、ルーンですね、ルーン。はい、この特性。やっとね、ずっと、この2つスーパーレアだったんですけど、レジェンドにしましたと。紫色にしましたっていうので、今回ね、この、ジェムでこの一括育成をやりましたと。これもね、やばいですよね。めっちゃ使うんですよ、ジェム。ルーンもめっちゃ使うし、ジェムもめっちゃ使うし。はい。まだね、上げれるんですけれども、ちょうどジェムが、切りよく50万だったので、やめたんですけど、はい、また次のタイミングでもね、上げたいですよね。やっぱり、ねえ、この特性も、その火力に直結しますし、あと特性は、この戦力にもカウントされるんですよね。特性を上げると、戦力も上がるんで、なんだっけ、名称集結とかいうえぐいやつをね、なんとか達成したいんですよ、いずれ。どれよ。これだ。名称集結。エピック歴史の名称を6人に従えて、それぞれの戦力を 3.5M に上げる。未達成ですよ、そりゃ。まあ、エレクトラとね、多分学費はもう達成していて、エレクトラもまあ別に装備次第でいけそうかなっていうので、まあ、アレス装備を、あれじゃね、アケメネス装備か。アケメネス装備をね、今後、量産すると、まあ、比較的これは達成、名称集結は達成できそうかなって、まあ、思ってはいるんですけれども。一番は、私まだ作れないんですけど、レベル 35? 白レベルが35になった後に、36にするために、作らなければいけない、どこだろう？どこにあるんだろう？これか、王城レベル35段ロック、多分ここですね。ここに作ることになる戦勝記念塔だっけかな？戦勝記念塔とかいうのが、これ、この戦勝記念塔レベル3と書かれてますけど、そう、この戦勝記念塔の、建築するための、条件が、
なんだっけ、400だか、なんか、4M だか忘れちゃいましたけど、なんかめっちゃ強い将軍2人作るとかなんですよね。はい。なんかその条件の一つに、将軍のね、この特性、左3つはマックスになってることみたいなのが確か。はい。じゃないと、その戦力を満たすのが難しいみたいな話だったと思うので。そう、それもあってね、エレクトラさんはね、今頑張って育てたいんですよねっていう、ちょっと脱線しましたけど、って言ってるのに、このエレクトラさんはまだプラス値がね、350とかで甘えてるので、はい、これもプラス500オールにしなきゃなって 思ってますということで、そう、エレクトラに、ジム強化分と特性分の、ジムがまたここでも必要ですと。はい。で、はい、これだけかと思いきや、私、ジェム、他にも使っちゃったんですよ。それがですね、でもラリーは出させて、ラリー、あ、違う。違くない、こいつは。はい、保存済みに残ってるかな？あ、残っ、あ、消した？消したかも。あれ？消したのか？消した？あれ？保存残したと思ったのに見当たんないな。まあ、いっか。はい、なんか見当たんなくなっちゃったんですけど、オークションですね。私、オークションで、前回のシーズン、オークション3回買っちゃいましたっていうので、もう出てこないんですけど、何を買ったかっていうと、賢者の石ですね。あ、ヒカさん、コメントありがとうございます。5.8M を2人、そう、5.8M を2人ですよね。ありがとうございます。めっちゃ頑張ってる学費でさえ4.8なんで、あと1円も足んないんですよね。こいつ、レジェンドどころか特性金なので、あとちょっとで天才なんですけど。はい。学費も、そこのね、特性をマックスにして、かつ、すべて、アレスかアケメネス装備にして、しかも、この装備のこの強化のこの戦力ね、戦力が、全部ね、ちゃんと40何を超えてなきゃいけないみたいな、厳選してなきゃいけないみたいな、結構きつい条件のはずなんですよね。お、レクセルさん、こんじゃるわ。はいはい、ってことで、ちょっとね、アレス装備はね、条件が厳しすぎて、やれてない やれてないんですけれども、あ、そう、アケメネスはね、火事場さえ上げてしまえばね、素材さえ集めれば作れるので。はい、あとドラゴンね、ドラゴンをレベル12にするとかね、で、上げられるみたいなので、5.8をね、今、それを目指して計画的に上げてるんですよね。ほいほい。で、なんだっけ、そう、オークションで、ついにね、賢者の石を買ってしまいました。ということで、なんか1万3500だっけな、ちょっと待ってくださいね。なんか Excel で残してた気がする。オークション、あ、そう、1万3500だ。オークションで、賢者の石を1万3500で300個買ったんですよね。で、300個って、通常だと、まあ、2万4000ジムかかるんですよ。だから1万3500で買えるんだったらお得だなと思って、3回買いましたね。1万3500×3 を、費やして、この賢者の石を900個手に入れました。はい。それぐらい賢者の石困っていて、もう今もね、ないんですよ。今もうね、1562しかない。けれども、この弱体化とか地体を上げたいんですよね。ヒカさん、高い。いや、そう、高いんですよ、もう。だからもうね、生産、賢者の石を生産するぐらいなら、オークションで買おうって思って。この生産のえぐいところは、ゴールドも取ってかれるんですよね。いや、お金も足らないのよっていう感じなんで、絶対オークションで買った方がいいなと思いまして。
はい、いや、オークションでね、買わずに済むのが一番いいんですけれども。はい、ただね、この軍事昇格、軍事力昇進か、軍事力昇進の研究がもうあまりに高くて、はい、次のこの弱体化の研究、ね、次またこれをやろうかなと思ってるんですけど、これやると256減るんで、はい、これを、で、どんどん賢者の石も高くなるんですよね、レベル上がるほど。必要数が増えるので、まあ多分5回ぐらいレベル上げる頃には枯渇するんですよね、また。なんか、よくできてますよね、本当に。全く 賢者の石がね、足らなくて足らなくて、はい、そこでお金使っちゃいましたっていう感じでした。あ、なんか消費還元メイト。あ、ゴールドね。はいはい。はい。っていうので、まあ、ちょっとね、ジェムを、の使い先が今結構ありまくっていて、どれを優先しようかなっていうのを今考えてますと。で、一応、今の優先度的には、あ、地帯の研究も47になった。はい。お助けがマックスになったので、お助けがマックスになったので、この研究は終わらせたいと思います。ちょうどね、今、この消費還元イベントの、ゴールド消費と研究スピードアップのね、消費。で、消費還元がね、受けられるんでね、今、やり得だと思いますと。ただ、もう研究スピードアップ、もう今日だけで 59K やっちゃってるんですよね。もうこれ、100K なんてすぐ終わっちゃうんですよ。もうね、どうしようかなっていうのが 次軍事力昇進上げるのやめよっかな。高すぎるんだよな。このスピードアップもめっちゃ必要ですし、ゴールドもめっちゃ必要ですし、賢者の石もめっちゃ必要ですしっていうので、でも歩兵下げたいよな。ちょっとお茶濁しで別のやつやるか。はい、アタッカーでね、使うこの射撃兵の HP とかはね、今マックスにしちゃうんですよね。で、あとは騎兵とかね、もう上げられるとこまで HP を上げて、いや、あー、こっち上げる？いや、てか工場兵器上げようかな。工場兵器、でも工場兵器ってあんまり HP と防御支配的じゃないような気がするんだけどな。どうしよっかな。はい、研究も今いろいろ困っていた。あ、研究は違う。上げるようになったわ。そう、今、うちの同盟だと、この同盟木工所か。同盟木工所なので、これの研究をしようと思ってたんだ。先にそっちやろう。お茶を濁そう。よいしょ。あ、あと、そう、言い忘れてましたけど、闇市でもジェムを散財しました。はい、闇市を、王の花道の達成条件で闇市で100回買い物するっていうやつ、あれを達成するために、ギアを買いまくってて、はい、ジェム、もりもり使いましたね。はい、あれ、えぐかったです。はい、っていうので、まずは研究スピードアップをもうこれ使っちゃおう。ドーン。で、このあと2分のところで、担当官は OK、特別担当官。で、うん、そう、さっき、ギアとかチェックしたわ。はい、同盟の、私、この共同工業は、マックスにしてたんですよ。前の同盟の時に、なんか、鉱山ばっかり、同盟の資源としてやっていたので、上げてたんですけど、他上げてなくて、でも、今って結構石とか木もまんべんなくやってくれるので、っていうことは、上げとかなきゃってなったので、そう、それでね、急いで、石を上げてたんですけど、今木なんで、木を上げよう。はい、3、3日、3日、3日、これも3日、
3日と7時間。3日と12時間。じゃあこっちにしよう。ボーナスにしよう。はい、この同盟資源土地って多分結構重要かなと思っているので、というのも今私スタミナが結構枯渇しちゃっていて、かつなんか夜寝るときとかね、普通の土地とかに出してもすぐ帰ってきちゃうので、3時間とか4時間で帰ってきちゃうのでもったいないなと思っていて、やっぱりこの同盟の資源土地にしっかりね出して稼ぐっていうのが重要だと思ってますというので、これをね本当は重要だってのは分かっていたんですけど、それでもね後回しにしてしまっていたので、はい、今ねこのタイミングで上げていこうかなっていうところですね。はい、そうです。スタミナがね足らなくて、ラリー今あんまりしたくないんですよ。もうなんかついこの間資源の歓迎イベントで100スタミナたくさんもらったぜと思ったのに、もう14しかないんですよね。まだ今週王の対決モンスターハント来てないんですよ。これはまずいよ。よいしょ。はい、オッケー。はい、そう、王の対決ね、今日は戦力向上になってます。で、昨日が建設だったかな。はい、ということで、そう、モンスターハントが来るかなっていうのと、あとはね、木曜日からみんな大好きユミルが来るので、ユミルにね、使いたいんですよね、スタミナはってなると、もうすでにね、足りてないんですけれども。はい、まあ、ユミル待ちでね、やっていこうかなというところですね。一応、なんだっけ、このラッキー合成で、この9番のラッキーボックスがね、100スタミナが出る可能性があるので、ちょっとこれをね、さっき、一番効率よく取れるのはどれかな、みたいなので、ちょっと、9番を一気交換したんですけど、あと忘れないうちに交換しとこう。このラッキーカード、多分明日ぐらいには消えちゃうんだっけかな。はい、また、これ、時間が経つと消えちゃう系のアイテムなので、皆さん、しっかり、消費しましょう。ということで、これで消費しとこう。で、いつもね、ちょっと余っちゃうっていうね。はい。さて、何の話だっけ？戻ろう。時を戻そう。ジェームの、使い道ですね。優先度いろいろある気はしてるんですけれども、ちょっと、来週っていうか、次のね、金曜日から、また長期イベントで、資源の消費還元と、ドラゴンの餌かな？ドラゴンの餌のボーナスのやつと、の還元イベントと、あとはまたジェムの消費還元イベントっていうのが来ると思ってますと。で、次こそ計画的に、20万ジェム消費で、抑えたいなと思っているので、よいしょ。はい、一応次、どれに使うぜっていうのが宣言しておこうと思いますと。はい、で、まずはね、この祭祀ですね。祭祀はやります。祭祀は、1日15までやってて、この貢ぎ物をね、5個使うっていうので、毎日20生活をやろうかなって思いますと。毎日20じゃなくていいかな。たまにね、この化学工場で、祭祀を20回しろみたいな言われる時があったり、王の花道3日目以降は、毎日20個ずつやるのが効率的なので、まあ、そのタイミングでね、貢ぎ物で、まあ、20にする。そうじゃなかったら15やるっていうのと、あとは闇市の購入ですね。基本的にレベル4ギアを見つけたら買うので、果汁以外のやつは全て買います。ので、まあ、闇市の購入で、まあ、ジェムを使ってきますと。で、残りはやっぱ最初にエレクトラですね。エレクトラのその強化ですね。エレクトラのこの通常強化をやって、で、特性はちょっと一回ステイしようと思ってますと。で、これは同盟総動員かな。
また同盟総動員が、まあ、おそらく1ヶ月後ぐらいにまた来ると思うんですよ。あれどれぐらいの周期だろう、なんか 1.5 ヶ月とかそれぐらいの周期で来るかなと思っていて、9月までに少なくともあと 1,2 回来るかなと思っていて、でその同盟総動員でね、あのルーンを何個消費せよみたいなのがあるので、それ用に取ってこうかなと。その時に一気に消費してクリアしつつ強くしつつってやろうかなっていうのを思っています。はい、っていうので、まあね、この強化だけでも多分結構かかるはずなので、はい。でその次が優先度はこっちかな。ドラゴンの強化よ、強化はあの20回育成せよみたいな時はやろうかなと思っていて、そうじゃない時はこの技量の方ですね。これのしかもこの攻撃時の兵士の死亡から負傷への転換率ついてるこのラバキング、これいいですよね。これ火力も上がって、こっちの兵士があの死にづらくなるっていうものだと思うので、これ上げていこうと思ってます。まあそもそも HP が上がるってのはこれ 0.4% ずつ上がるのも強いんですけど、こっちは 0.2% なんですけれども、はい、そもそも負傷になりやすくなるっていうのをいいなと思ったので、ちょっとこれをね上げていこうかなみたいに思っています。はい、そんなとこかな。で、ちょっと残りの担当官は、一旦ステイしようと思います。はい。で、まあ、その次の次ぐらいのタイミングだと、アケメネス装備を多分作り始めるタイミングなので、20万じゃなくて、毎回50万消費っていうのになってくるかなと思っていて、毎回50万消費を、ジェムを50万消費するタイミングになったら、このノブゴロドのオレグの強化をしっかりやっていこうかなっていう感じですかね。はい、基本的には先にアケメネス装備をしっかり作って、アケメネス装備を最低3セットかな、よいしょ、このアケメネスセット最低3セットを作って、かつこの防衛官のフラットバフをしっかり充実してから、この T1 のね、騎兵を一気作りしようと思ってるので、一応それまではね、地道な戦力アップに努めようかなと思います。で、今見てて気づいたけど、私ジョージ・デューイの特性もつけたわ。はい、これ罠の発動率っていいじゃんって思って、罠の発動率欲しくてつけました。そういえば思い出しました。あれ、ジョージ・デューイの特性って何なのやろっけ。採用名称図鑑、彼はどこの人ですか。アメリカっぽいですね。いたいたいた。はい、まあこれはいいや。罠発動率と射撃兵の、まあ火力、工場兵器の火力で、全兵士の攻撃力、中東射撃兵と工場兵器の攻撃力、まあまあまあ、ここはね、4つ目は基本的に無理なので、左3つで考えると、やっぱこれですね、待ち伏せ、これいいな、これあげたいな、罠発動率上げたいな。罠も重要だと思ってんですよね。基本的には防衛で稼ぎたいなと思っているので、この罠の発動率と、あとはまだ私確か上げてない、上げたっけ、上げてない、上げてないかな。あ、こいつじゃねえよ、上げたような気がする。どうだっけ、覚えてない。半袖のあの子いた。あ、あげてない。ブーリカ女王、ブーリカ女王ってどこの国の人なんだろう。ヨーロッパっぽい、ヨーロッパっぽい。はい、ブーリカ女王ですね。ジョージとブーリカの組み合わせでやろうと思っていて、これがそう、騎兵の HP も上がるし、そう、中東歩兵と兵の攻撃力も上がるしっていうので、はい、彼女も素晴らしい特性を持ってるので、これもね、羽取りのタイミングの準備では、まあ、もちろん全部上げるっていうのは多分無理なんですけれども、ちょっとでもね、上げておきたいなって思ってる感じですと。はい、
そんところかな。ちょっとね、次回からはちょっとオークションと、このファフニールを育てるのはやめようかなっていうのと、担当官も、まずはちょっと後回しにして、エレクトラでね、殴るパンチ力を上げようかなっていうふうに思ってます。はい、アレクトラ、ん?エレクトラもね、アケメネス装備をね、装備させたいんでね。まあ、エレクトラの場合は、多分、どっかのタイミングで、これかな?この加減、かけらじ戦宝箱制服、これがね、今、28。で、あと、多分2なんで、次イベント来たら多分、これ集まるんですよね。なので、そのタイミングでね、まあ、どれかに変えるつもりなので、まあ、それはね、またちょっと別の話なので、いずれ、どの文明装備を選ぶっていうネタの時にでも話をしようかなと思ってますと。はい。はい、そんなところですかね。私の育成プラン的なところ。はい。やっとね、やっとエレクトラに注力します。ちょっとね、もう学費はな、援軍でも使えると思ったら、よくよく見たら攻撃を率いてだったんだよな。これもう本当に悲しい勘違い。でも、学費のいいところはね、かけらが、集めやすかったっていうところなので、まあまあまあ、仕方ないかなと思ってるんですけれども。はい、学費、かけらでもあと4、今40だから、あとまだね、20必要なのか、厳しいですね。エレクトラは?エレクトラもまだ29必要か、2にするのに。まだまだ長いですね、先は。敵駐屯部隊の負傷から死亡への転換率が 8% アップします。ああ、相手の被害を甚大にするっていうことね。まあなんか、どうなんだろう。これポイントに関わるのかな。まあまあ、まあこのね、エレクトラとか学費が欲しくてね、私、だいぶ遺跡は頑張って回ってるので。はい。今2つ、2箇所ですけど、多分、今日、3箇所目を出す気がします。あ、そろそろうちの同盟あれなんですよね、11時からはバイキングボスラリーなので、ちょっと忘れないようにしないと。あ、ヒドラに出したい、ヒドラに出したい、ヒドラダブルドロップ狙いたい。ダブルドロップマシマシセットでいくんだ。あー、スタミナが。はい、そんなところで、ジェムの、優先度のところをですね、私の現状の考えをダラダラ喋ってきました。ということで、はい、次の消費還元イベントで、20万ジェムの範囲で、ちょっとエレクトラをね、強化していこうと思いますので、またこれ、どれだけ強くなったよっていうところを、2週間後、にお話できたらなと思っています。はいはい、というところで1個目の話題はこれで終わりで、次によいしょ、ヒカさん、バイキングの同盟チャレンジ、いつも深夜でもう何週も参加できてません。ひどいっていうか、まあ多国籍同盟だとそうなっちゃいますよね。なんとそれは辛いな。なんか、私の前の同盟の時は、今は、今もなんかちょっと変わったんですけれども、その前の同盟の時が、なんちだっけな。なんとか調整されてて、日本時間の11時、23時みたいな、毎週12時間ずつ、入れ替わって、その、なんていうか、タイムゾーンの違う方でも、まあ、なるべく参加できるようにみたいなのをね、やってましたね。あ、ヒカさん、4時ぐらい、アンデッドも。それは辛いですね。はい、私、そう、それこそ前の同盟の時は4時から戦場が開始で、4時に目覚ましかけて起きてました。マジで辛かったです。それは、参加できなくなりますよね。辛い。
いやよ、朝4時はな、えぐいよな。あの、なんか、どこのタイムゾーンなんだろう。ヨーロッパなのかな。はい、なんか、4時はなんか人気な気がします。で、4時の戦場、相手めちゃくちゃ強いんですよね。BOG。なんか、毎週ボコられてた覚えがあります。バッジ欲しいので今度から BOC 頑張ろうと思います。いや、そうですよね。そう、バッジがもらえるの貴重なので。そう、私、そう、日本の同盟に来て嬉しいことは、だいたい10時から開始に、設定してくださってるので、比較的参加しやすいんですよね。それが、非常にありがたい。前はもう、なんかもう4時に起きるのがしんどくて、4時起きか6時起きだったんですよね。まあ、BOC は、土曜日なんでね、ワンチャン頑張れなくはないですよね。いや、まあでも、いや、大変だと思います。頑張ってください。でも、バッジは重要だと思います。バッジな、あれですよね。アップグレードとかでもめっちゃ使うんで、アップグレードで800使うし、あと、この文化遺産のアンロックでも確か使いましたよね。その1700使う。から、なんか、集めとかないと。うわ、ああ、賢者の石4000って書いてある。信じられない。無理無理。はい。なんだっけ。そう、バッジね、手に入れられるのが BOC しかないんで、私もそう、なるべく参加したいんですよね。勝利400、敗戦320。ああ、ポイントが、取れる前提だな。まあ BOC はね、ポイントどちらかというと取りやすいんで、まあ250取れたとして、まあ200160とかなのでね、やっぱり勝ち負けで差がそんなに大きくないんでね、もう参加することに意味があるって感じがありますよね。あって言ってて、私今週 BOC 出れないじゃん。そういえば今週土曜日ちょっと忙しくて無理だ。あー残念。明日の BOG は出たい。そう、 BOG がね、私は今参加条件満たしてませんみたいになっていて、これ今ね、うちの同盟に参加してから2日と21時間なので、あとまあ2時間ちょっとでそのサインアップする要件を達成するんですけど、私の、同盟が、合併しまして、よいしょ、前はですね、ここかな、はい、前は前この辺にいたんですけれども、この同盟が GMO という同盟と合併しまして、今は位置がこっちに変わりましたということで、はい、3位か4位ぐらいの同盟と1位同盟の合併ということで、だいぶまたね、ランキングが上がりましたということで、はい、戦力ランキング、まあ、前から1位だったんですけどね、よりなんというか、アクトが増えて、すごいことになってますね。いや、いいですね、この紹介文。ピン抜きパズルゲームをやるつもりが、なぜか戦争ゲームをやっているあなたはぜひ一緒にプレイしましょう。ほんとその通りです。まったく。みんな騙されてる。みんな騙されてるんだ、我々は。こっち。より高い方に参加するんだ。はい、ってことで、そう、合併が、同盟の合併がありまして、で、それで一回ね、抜けて入ってみたいなのがありましたっていうことで、またね、新たな同盟で、新たな場所でちょっと今頑張ってますというところで、前よりも、その、なんだ、中心に近いので、この資源かな。はい、資源エリアのスポット
ットが、レベル18から40のモンスターが出やすいとか、レベル8から15の資源が出やすいっていうところにね、今あの位置しているので、前よりもあのなんだ資源土地15の資源土地をね見つけるのがあの気持ち楽になってちょっとね嬉しいですね。はい、あとはモンスターハンターとかでもね、あのレベル40とかのモンスターを、見つけやすいのかなと思いつつ、結局ねこのなんていうか中心付近にね、強い同盟が固まってるので、まあ、取り合いにもなるんでね、まあ、バランスはちょっと難しいかなと思いつつ、はい、今新天地でやっていこうというところですね。はい、皆さんお強くて早く追いつきたいところでございますと、はい、私はどこだ、いません、いた、はい、ジャラペーニョ553、はい、285.2M ということで、あんまりね戦力上げたくないんですけど、ちょっとずつ上がってきちゃってますね。あ、上げたくないんだけれども、あれなんだっけな、やっとね研究この技術戦力が 10M 超えたんですかね、これちょっと嬉しいですね。はい、研究をめちゃくちゃ頑張っていたので、建設に、迫るぐらいなところで、これいつだっけな、多分2月ぐらいはまだ多分 5M とか 6M だったと思うんですよね。そっからなんだっけな、今1位の方、うちのサーバーの1位の方にレイさんっていう方がいるんですよ。はい、この将軍紙面を持ってる方、戦力ランキングこの1位のこのレイさんっていう方が、この方が前同じ同盟だったんですけど、この人に見せてもらったこのパラメータ技術戦力が 50M とかあったんだっけな、確か優先量が 50M とかあって、私 5M で10分の1だよマジかよってなって、あ、技術上げなきゃダメだわってなって、それから文明をねアメリカに変えて研究に力を注ぐ日々になったっていうのがねありますと。まあこのレイさんはもう白レベルが35を超えていて、今なんか37か38かなとかだと思うんですけど、まあその戦術書で上げる研究も多分してると思うんで、それもあって高いと思うんですけど、どれだどれだ、あれ上っぽい、上っぽい、あ、これねこれね、はい、戦術の負け物、多分これで研究するやつを多分やってるので多分高いと思うんですけども、まあそれにしてももうちょっと研究頑張んなきゃなっていうので、今頑張っていて、あとちょっとで4000だった気がしますね。学者今3970なので、あと30で、テクノロジー4000回研究になりますね。はい、なんとか研究をね頑張っていきたいなと思いますと、バフは重要ですね。闇市もあと500回か、あと10周ぐらいかな。王の花道のために 100個は買うんで。はい。あ、てかね、毎日10個買ってるからね。うん、50日以内に多分達成するな、闇市の場合に。で、うん、幸運に恵まれる。まあ、これもね、やってれば上がるので。はい、ちょっと、白レベル35系はね、多分しばらくきついんですけど、この学者とかの実績はちょっと狙ってきそうかなっていうのと、特別オフィサーもね、装備付け替えっていう必殺技で、一気に達成できそうだなと思ってますね。はい。で、で、あれ何の話だっけ？何の話だっけ？バイキングボスが始まるって話じゃないかな。もうすぐバイキングチャレンジを行いますって書いてある。はい。あざす。ちょっと、見ながらやろう。はい、バイキングチャレンジが、あるので、それを見ながらで、なんだっけ、プランの話、何の話しようと思ったんだっけな。
今週は基本的にはクールタイムだと思います。イベントの狭間で、特にやることなくて、明日なんか多分暇なのかなっていう感じがしますということで、先週までね、大変だったと思うんで、ゆっくり、遺跡の探検をしたり、続集としてレベリングするといいのかなと思いつつ、気をつけていただきたいのが、この大群狩りですね。はい、今回は一番簡単なやつですね。モンスターを、ハントしていたら達成できるこの大群狩り。これが毎日クエスト更新かつ、赤丸が出ないやつなので、しっかりね、毎日チェックして、クエストクリアしましょうと。バイキングを、水曜日に残している同盟なんかは、火水のバイキングと、木曜日のユミルで、簡単に達成できるかなと思いますので、忘れずにと。で、この自由の和紙ってやつ、これはね、いつも通りのやつなので、はい、特に多くは語らないですというところですね。これも、兵士の回復のところだけね、うまく生贄を用意していれば、達成し、比較的しやすいのかなって思いますと。お、参加してくださいってなってる。やったやったやった。バイキング、アイスブレイカー。わーい、わーい。ドロップマシマシデッキでいきます。100スタミナ通過を。実は先週ね、乗り逃しちゃってね、結構、バイキングボスの、やつ乗り逃してるんですよね。討伐。あれ、討伐だよな。討伐だよな。はい、バイキングアイスブレイカー24、バーサーカーハンター25、グランドチーフハンター24っていうね、不思議な、最初のやつだけ逃すっていうのは分かるんですけどね、真ん中のやって最後逃すっていうのよくわけわかんないですね、これね。何しちゃうんだろう。はい、これも、うちのサーバーももう7ヶ月ぐらいかな ?7 ヶ月か8ヶ月ぐらい経って、ね、バイキングずっとあるはずなんですけど、まだね、全然40達してないっていう、結構ね、私参加を逃しちゃってるので、もっとね、参加していきたいですね。はい。ということで、今日は、忘れずに参加できてよかった、ラッキー。はい。で、あとは、バイキングチャレンジはまあいつも通りなんで特にないかな。あとはサーバー戦争ですね。今週からまたサーバー戦争が始まりますということで、多分明日のね、日本時間9時に、ここ更新されて相手のランキングとか見れるようになるかなと思いますと。で、王の対決でね、月曜日からもう見れてるんですけれども、今回、私のサーバーは相手が、1315ということで、うちよりも130も若い同盟、若いサーバーかなっていうところで、もちろんね、課金者の方とかはめちゃくちゃ強いとは思うんですけども、総合的にはこっちの方が戦力が高いとは思うので、今回は勝てるように頑張りたいなと思いつつ、私も頑張りたいんですが、土曜日が私、昼が脱出ゲームの予定があって、夜がドレッドハンガーっていうゲームをする予定があってっていうので、すで にちょっと予定があって、あんまりサーバー戦争やれなそうで、そう、日曜日に頑張りますっていう感じになってます。はい。そう、前回ね、スコアを結構、初めて、シルバー2まで、稼ぐことができたので、なるべくね、今回も頑張りたいんですけれども、ちょっと、やれる範囲でね、頑張っていきたいかなっていうところですかね。はい。で、ああ、そうだ、振り返りの話忘れてました。魔女の贈り物ね、魔女の贈り物交換してなかった。わーい。賢者の新400も手に入った、やった。めっちゃ嬉しい。はい、魔女、ミートパイの報酬、素晴らしすぎますね。ありがとうございます。で、バイキングじゃなくて、どれだっけな、これだ。はい、王の花道ですね。今回も王の花道、無事、全達成することができましたということで、
百戦百勝のクエストかな。はい、サバカ使って、達成させてくれいただきまして、ありがとうございます。はい、うちの同盟の名士様に大変感謝でございます。無事、メフメトさんも、いただいて、かつ、このね、ここもね、素晴らしい、この王の宝箱。何が素晴らしいって、スタミナですよ。はい、10スタミナを99ゲットできました。わーい。で、あとは、この11日間の長期イベントのやつ、全然開けてなかったので、全部開けていこうかなと思いますと。これがベイヤール分です。いや、ゴールドがね、意識して、集めていたので、今回は3億枯渇せずに、やれそうですというのと、あとはケルベロスかな？お、帰ってきた。帰ってきたってことは、うん、アイスブレーカー。ダブルドロップしたかしら？ダブルドロップしてません。はい、残念です。まだ次のは出てないよね。出てないね。オッケーオッケー。出てないけど、このヒドラ参加したいね。参加したいね。参加したいね。参加したいからこいつ返そう。ヒドラさんは参加したい。ヒドラさんは参加するよ。参加する。こっちでいいや。マシマシでいこう。はい。でもヒドラね。ヒドラのいいところは、この、君主エキスポですね。はい。君主エキスポが12。1K 君主エキスポ、だから1万2000エキスポ。ダブルドロップしたら2万4000ということで、はい。君主エキスポがね、もらえる貴重な、存在なので、私、ヒドラ大好きです。すげえ参加してます。はい。君主エキスポね、ちょっと34にしたいんですけど、まだ、6500万も必要で、無理ですね。まだ3ヶ月かかる見込みです。はい。で、そろそろいない。まだいなかった。よいしょよいしょ。次ね、バイキング2番目がね、出ると思うんで、ちょっとちょいちょい見ながら。で、あとはケルベロス系かな。ケルベロスの、報酬でスピードアップもゲットしましたと。いやー嬉しい。建設と回復スピードアップをね、ちょっと貯めたくて。スピードアップたくさんね、用意して、12時間スピードアップ14個も手に入った。やった。資源の消費還元イベントの時に建設をいっぱいしたいので、これをね、スピードアップをね、集めてたんですよね。お、やった、バーサーカー始まった。バーサーカー始まった。わーいわーい。参加しよう。ゴー、クレオパトラ。で、今回の一番の目玉は、魔女です。魔女の宝箱、賢者の石が出るんですよ。これね、今まで賢者の石、困ってなかったから気づかなかったんですけど、この魔女のね、大事さに気づきました、今回。初めて。ということで、今、賢者の石いくつかな ?1932 です。1932。この1932が、どれだけ増えるか。開封の儀を行っていきます。出る出る。思ったよりは出ない。まあ、数は固定されてるから別に分かってるんだけれども。1900がこのイベントでどれだけ増やすことができたかなっていうので、2388ということで、おもよそ400ですかね。400ちょい。やった、増えたぜ。賢者の石。これで研究ができる。いやー、賢者の石こんな枯渇するとは思わなかったなー。はい、こういうね、アイテム、こんなに、なんか使うことないだろうって思ってたアイテム急になくなるんで、もう戦術の巻物もね、まだまだ先の話です。まだまだ先だと分かってるけれども、白レベル36をね、する気はあるので、しっかりね、集めていこうと思いますし、それと同様に、なんやって、
そう、こういうメダルとか命の源とか、ドラゴン源かけらドラゴン結晶とかね、今使ってないだけのやつとかはね、しっかりちゃんと貯めておこうと。もういずれ枯渇するかもしれないんで。あとね、この強化石ね。まあ、強化石はね、さすがに15万あれば、14万か、14万あれば、まあ、しばらくは耐えれるのかなって思ってるんですけど、これもね、何があるかわからないんで、はい、ちゃんとね、交換の優先順位は低いものの、しっかりね、集められる、交換できるときはね、交換していこうということで、ちゃんと、この自由の和紙もね、確か交換できるんですよ、強化石ちゃんと。はい、これもしっかりね、今週も交換していこうと思っております。はい、では、あとあれ、タックスギフトか、タックスギフト。この期間で集めたタックスギフト。あ、10分間スピードアップ結構出た。素材箱、嬉しい。で、ラッキーギフトですかね。ラッキーボックス。もう8時間の最終速度アップ、もういらないのよ。いらないのよ。これ3つで構成して24時間にさせてほしいんだよ。もう。ラッキーボックス4は？はい、これは素材箱と研究スピードアップが嬉しいやつ。8は何だっけ？まあ、8は普通の60分スピードアップですね。で、大事なのこいつ、ラッキーボックス級、これ102個。これで、100スタミナどんだけ出る？ 100 スタミナ20か。大したことなかった。まあ、でも嬉しい。これでユミルに挑めます。はい、あとは猫ちゃんですね。猫ちゃんも開けてなかったので開けてこう。はい、レベル2。レベル2猫ちゃん。レベル3猫ちゃん。お、500ジャムめっちゃ手に入った。100スタミナ8、やった。で、レベル4猫ちゃん。さあ、レベル5猫ちゃんをゲットできるかどうか。はい、ゴー。まあ、それは無理。1M ゴールド OK ですと。で、あとはピラミッドですね。ピラミッドお疲れ様でしたということで、私は、またね、なんとか5個を達成することができましたということで、うちの同盟には、シャアがいますので、シャアに助けていただきまして、シャアの方に助けていただきまして はい、無事、今回も達成することができましたということで、はい、ジェムと秘宝ボックスですね。もう秘宝ボックスも、なんぼあっても足らないんで、もらえて嬉しいですと。あと、これ、キル数ランキング、これ、なんか、そんなにキルしたっけっていう感じなんですけど、はい、パッケージもらいましたね。やった。はい。ああ、これも素材箱。回復スピードアップ嬉しい。よし。はい、この長期イベントの戦果としてはこんな感じですかね。結構、集めることができましたっていうので、ああ、素材めっちゃある。わーい。また、今週のね、金曜日から資源の消費還元が始まります。で、私が今ストックしてるのが、食料がまあおよそ 3B。3B どころじゃないですね。多分 4B ぐらいは。4B 以上あるでしょう。これだってここで 100K が1万あるもんな。100K が1万っていうことは、ここだけで 100K1 万で、あと 50K と 500K もこんなるから、まあ多分 4.5B ぐらい食料があって、木は 4B ぐらいありそうですね。で、石が少ないんですよ、私。多分石がこれが、まあ 3B ちょいですかね。で、鉄も 4B ぐらい割りそうな感じですかねっていう感じで、今ね、なるべく資源の採集は石とか、あとはこの資源のバフですね。これはずっと石をつけて石の生産を今上げてるっていう状況になりますと。はい。まあ、今回もね、資源の還元イベントは、5B、全部 5B は、達成できそうかなっていう感じです。あ、危ない、忘れるとこやった。
バイキングのグランドチーフ。あ、ダブルドロップ増しまして、いい子。わーい、100スタミナ増えた、わーい。早速使ってく。あー、ヒドラ参加したかった。これ。はい、っていうことで、ここまでのね、戦果を、解放してきましたと。まあ、その他の宝箱は、まあ、いっか。別に、今すぐ開けなくても。あー、でも、ジェムが結構もらってるから、ジェムも開けよう。ほい、いくだ？お、59万、やったぜ。いやー、ジェムも、だいぶ増えましたね。250万使った時から、一回すっからかんになりましたけれども、だいぶ、取り戻してきました。嬉しい。あれ、ヒドラは？あ、ダブルドロップしてるね。オッケーオッケー。バサカは？ダブルドロップしてない。やむなし。はい。そんなところですかね。あとなんだっけな。あ、あとヘレンが、あとちょっとで上がるんだよな。あげるか。あげちゃおうかな。ヘレンもね、親密度を上げたくて、この美人スキルの、この全都市の、防御力と HP アップ、あと都市内での攻撃力アップ、これ絶対強いんで、上げたいんですよねと。で、レベル15はね、まあ、自然にでも行くかなと思っていて、レベル15がね、まあ、9月までに間に合うかどうかっていうところですかね。どれだけあのジュエリーボックスをゲットできるかなと思うんですけど、せっかくあの配信中なので、ラブボックス、これ上げればね、達成するはず。いったぜ。お、めっちゃジム手に入ったんじゃない？わーい、わーい。これも開封のギアだろう。治療。いやー、ヘレン14になりました。さあ、アンロックしよう。美人スキル。美人スキルって名前がウケるよな。はい。絶尾の冠、レベル4になりました。ということで、防御力と HP が 28% ですね。まあ、親密度レベル19はちょっと無理ですね。無理です。ので、次はこの、美神様の祝福。はい。都市内での攻撃力が 16%。レベル15ね、多分ギリギリなんとかなると思うんだよな。25アップをね、なんとか、9月までにはゲットしたいところですね。2.9M でしょ？で、今ストック少ないけれども、はい。地道に上げていこうと思いますというところで、さて、さてさて、ジェムめっちゃもらった。わーい。74M。 いや、 50M 使ったけどだいぶ回復したな。やったな。あ、こっちで行こう。よし。はい。で、今せっかく引いたので何が出るかやっていこうと思います。あ、この話忘れてた。カエサルですね。カエサル、ゲットできました。振り返り忘れてた。先週ね、マヤなんとか1位になれそうですって言ってたんですけれども、しっかりね、1位になりましたということで、カエサルのかけら45個ゲットしたので、まあ、30個はね、まだ持ってなかったので変換して、いつでも召喚できる状況にしましたと。まあ、ただね、カエサルは、いずれ絶対使うんですけれども、今じゃないかなと思っていて。あ、なんか、エモート、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、頑張りました。マヤはね、死ぬほどリセマラをしまして、なんとか、1位になることができました。バフ、どれだけ早いターンで強バフをゲットできるかのゲームだと思います。ひたすらリセットをする、根性ゲーだと思いますので、次回も頑張りたいと思います。
はい、さすがにね、このかけら45個ゲットできるのはね、美味しいんで、次回もね、ゲットして、限界突破できるようにしたいなと。いうところですね。あ、バイキングボス、ありがとうございましたってコメントしいとこ。よいしょ。はい、ということで、カエサルは、今は、ここで、ちょっと、時が満ちるのを待っています。はい。で、こっちはね、引くよね、あるよね、枠。ああ、全部埋まっちゃう。今、空きが 2しかない。2しかないけど、まあ、多分解雇しそうな子がいるね。イカれる王とか解雇しそうな気がするね。よし、やろう。はい。あ、てか、これ、あれか。直将軍引くんじゃないよな。あれ、どうだっけ？わかんねえや。とりあえず、しようしよう。ゴー！いきなり引いた、ジョン・チャーチル持っとるがな。おい。持ってるよ、2だよ、2。え、カイコじゃん。ジョン・チャーチルは2人いらないでしょうよ。おい。おい。ジョン・チャーチルはね、彼は、工場兵器で普通に強いと思うんで、使ってるんですよね、まだスキルとかは全然ちゃんとつけてないんですけども。ジョン・チャーチルか。なるほどね。はい。解雇要員が出てきましたんで、あれですね。同盟総動員の時にレベル上げて解雇します。じゃあ次。頼む。頼む。頼む。いいの頼む。持ってないやつを頼む。え？ティーチだ。黒ひげじゃん。黒ひげ出た。やった。世界の海軍史上最も有名な海賊の一人で、驚くべき大胆さで当時最も強力な英国海軍を相手に多くの戦いを繰り広げました。エドワード・ティーチってこんなん黒ひげじゃねえか。やった。あ、ヒカさんありがとうございます。引き強。こいつなんだっけ？工場兵器の攻撃力と防御力が 30% アップし、ドラゴンまたは真珠を連行する際に、射撃系と工場兵器の攻撃力が 10% アップしますけど、あ、40% あるじゃん、火力。強っ。マジ？マジ？使うわ。使うわ。ジョン・チャーチルいらないんだけど。いや、いらないや、言いすぎだけど。使う。え、やったー。え、じゃあ、お気に入りしとこ。一覧モード。はい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 。あ、でもまだしばらく育てないからいっか。なるほどね。やったー。そう、今、そう、アミール・ティムールで、なんだ、死んでる。そのもう、引退してしまった、城とかをね、攻撃してるんですけど、それが工場兵器だけで殴りに行ってるんですよね。っていうので、工場兵器使ってたんですけど、メイソン・ウィーバー使ってたんですよね。でも多分、メイソン・ウィーバーより火力が多分上ですね、これ。うん。メイソン・ウィーバー火力 20% だけど、ティーチだったら 40% なので、リーチ使おう。はい。もうそもそもね、この枠、ジョン・チャーチル使ってたんですよ。ジョン・チャーチル使ってたけど、メイソン引いて、メイソンの方がよくねって言って、メイソン使ってたんですけど、さらに、黒ひげを使う日が来ました。やったー。これ今、あれか。イベント中なんだな、確か。名称召喚中ですよね、多分。いや、名称召喚終わってんな。ラッキー。はい、引いてよかったです。やったやった。さて、
あとなんだっけな、振り返り、マヤの話は流れでした。はい、ワールドボスとかアンデッドは、いつも通り攻略をすることができました。ぐらいですかね。はい、振り返り系は特になさそうな気がする。ピラミッドも頑張りましたで、OK。で、ってことで、今週の金曜からのところの話をしていこうかなというところかな。あ、違う。今週のイベントの話で、まずね、消費還元イベント、途中でもちょっと話しましたけれども、まあ、研究、ね、ゴールド研究は、すごく、上げやすいと思うので、この機会にね、お高くて時間のかかる研究をね、ゴリゴリ進めるのがおすすめですと。いうのと、ゴールドもね、いざとなったら、酒場でね、ひたすらこの更新してると、たまにエピックが出てくると思いますので、そこで採用すると、一気に達成できるのかなっていうので、おすすめですと。あとは、罠のスピードアップですね。私、罠のスピードアップの時だけ担当官を外すんですけど、わざとね、こんな20とかの訓練をするのに、3時間とか8時間とかね、無駄遣いをして、いつも達成してますということで、ここもね、しっかり、まだスピードアップを無駄遣いして、この、素材と資源をね、確保しようかなと思っています。はい、もうね、素材がね、欲しくてたまらなくて、今、明け目です。装備、10個かな作ろうと思ってる。そうだよね。市長が8、エレクトラ9、防衛将軍で10、うん、そう。アケメネスを10セット作りたいんですけど、もう全然素材足りてなくて、今2セット分ぐらいしか多分3セット分かな ?3 セット分ぐらいしか確保できてないので、今ね、この、素材集めもね、結構今力を入れていて、っていうのもあって、罠のスピードアップは、比較的余ってるので、無駄遣いします。はい。で、ちょうどね、今私のサーバーでは戦力向上のイベントをやっていて、戦力向上、まあ、何でもかんでも効果があるんですけど、罠はその中でもね、比較的、その、戦力の換算が、楽なやつだと思うので、その資源も、兵とかをね作るよりは大変じゃないので、ちょうどこの罠の消費還元イベント中にしっかり罠作ってやるのがいいかなと思っています。はい、BOG とね BOC が今週から復活をしていますと。はい、このね戦争の中でも罠が活躍すると思いますので、罠もね上げていこうというところです。はい。で、まあ、製造達人がね、今、やってるんですけども、私は、まだ、アケメネス作れるようになってないので、不参加です。っていうとこかな。で、騎士の品はもう終わっちゃったから、いっか。はい、星のラッキールーレットは課金してないと関係ないので、まあ、課金して、無課金で関係ないのは、この限定セールで、毎日ね、1回タダでもらえるやつと、消費還元イベント。あとは、この、肖像画展ですね。これが毎日11個増えるので、で、これ7日間続くので、この期間で、77個ですかね、この封筒が貯まると思いますと。はい、私はもう今日全部確保してあるから、今日で多分400だから、次の次かな。大体なんかね、2週に1回のペースで来るので、はい、1ヶ月後ぐらいに、やっと500貯めて、このね、将軍の殿堂2の名称機械券を、使っていきたいかなと思います。はい、で、今週はそんなところですかね。明日とかは暇になると思いますが、しっかりこの大群狩りだけでもねクリアするといいのかなっていうところですと。で、金曜日からがみんな大好き資源の消費還元のイベントが始まります。はい、あとね、サーバー戦争がありますってことで、サーバー戦争は、明日の、多分、日本時間の朝9時
に、相手のランキングが見えると思うので、ガチ勢の方はそこでチェックするといいのかなっていうところですかね。で、資源の消費還元イベント、今回の、資源の消費還元イベントでは、私は、おー、ヒドラ？ヒドラ？ヒドラ、ヒドラ行くよ。はい、私は、ようやく白レベル33に着手しようと思います。で、白レベル33にするためには美術館レベル32にしなきゃいけないので、今ね、今まだ31なので、美術館のレベルを上げつつ、あとはすぐにでも明け見なし装備をつけるようになりたいので、火事場を、32にするのと、監視塔を32にする。はい、これをね、急ごうと思ってます。はい。で、ってなると、多分それだけで資源めっちゃ使うし、スピードアップをめっちゃ使うんですよね。だから、本当は、馬小屋も32にしたいし、野盗も32にしたいし、射撃兵も32にしたいしってやりたいことたくさんあるんですけど、ちょっとね、手が回らないかなみたいに思ってます。次の資源の消費還元イベントですね。10B はさすがにまだストック足らないんで無理なんですよね。なので 5B の範囲で、うまく建設をして調整をしようかなと。で、建設って基本的に食料が消費少ないんですよね。で、食料が余るはずなので、この歩兵だけ、そう、こうなる未来が見えてたので、訓練所はね、先にもうすでに30にしてあって、T13 作れるので、歩兵の T13 を増やす。もしくは、この武器庫でね、T33 に進化させるっていうのをやって、綺麗に 5B を達成しようかなというところで考えています。はい。ということで、ようやくですね、ようやく、準備に準備を重ねた K33 に、まあ、来週か再来週から、建設着工できるかなっていうところです。まあ、まだね、多分、来週の配信では、まだ多分着工してないと思います。多分最後に、達成させ、その建築開始をしようかなとは思うので。だって、でもさ、城だけで 1B 使うのか。これ最後にやると調整難しいかもな。来週の配信中に建設着工しようかな。まあ、王の対決次第ですね。王の対決の、建設が来るタイミングで、完了させて、で、着工するみたいな感じでやりたいなとは思っているので。はい。たまたま来週の火曜日とかに、王の対決、建設、都市発展かな？が来たら、来週やろうかなと思いつつ。はい。まあ、王手は王手なので、王手じゃないね。美術館を30人したら王手になるので、はい。やっていこうかなというとこですね。お、研究が終わる。研究が終わる、研究が終わる。めっちゃうるさいじゃん。研究、次は多分ボーナスじゃなくてこちら、共同林業だ。はい。まあ、このね、同盟資源土地とか、探検をしてね、資源採集をして、貯めに貯めて、で、金曜日になったら一気に建設をかけてっていうとこですかね。はい。楽しみだ。本当はな、女神とか31にしたかったんだけどな。はい、本当はね、女神をあげて、離脱兵がたくさん入るようにして、その金曜日からね、バーブ、
蛮族、北方からの侵略者も始まるので、それもねやりたいなと思っていて、離脱兵作戦とかを使うために離脱兵枠増やしとこうかなと思ったんですけども、ちょっとタイミングがねうまく噛み合わなかったですね。はい、そうだ、編隊ちゃんと作っとかないとな。今射撃兵のやつ、うん、そうですね。あ、今エレクトラ担当官でいるからやれないわ。はい、金曜日から、北方からの侵略者が始まります。で、これもね、うまく自分が、倒せるやつをね攻撃してるうちには、何でしょう、毎日10回、資源がねいっぱいもらえるっていう素敵なイベントだと思うので、私のね、この軍事力昇進をメタメタに上げて、特に射撃兵系をね中心に上げたので、どんだけ何でしょう狩りができるようになったかなっていうのをちょっとねやっていきたいと思います。まあ本当はねバーボを頑張るなら T13 増やせよっていう話なんですけどね。まだそれやれてないかな。ちょっとね、馬小屋だけはねせめて32にしたいですね。その馬小屋は作りたいというよりは、このアップグレードがしたくて、はい、イーグルキャバリーをナショナルキャバリーに、アップグレードをねしたいので、はい、なるべく兵を増やさずに質を上げるっていうのをねやりたいなっていう。お、ヒカさん、私も城壁34に着手します。おー、いいですね。城壁34、すげえ。城壁34まで行ったら次は城35じゃないですか。素晴らしい。いや、城35、もうね、35がね、羨ましくて、羨ましくて。そう、もうね、城35の、このね、軍隊の拡大、部隊数プラス1。賢者の石3795も必要って言ってる。おかしいな。意味がわからないぜ。はい、この部隊数1プラスね、6部隊行軍できるってね、やばすぎでしょうと。で、サーバー戦争の光もね、この35になったら、この超がやれるようになるんで、1回 1% 増えるからね、20% か。20% も蘇生がね、安くなるってね、その、いかれてんじゃないかっていう、素晴らしいですよね、これ。しかもこれ何、ゴールドだけで OK なの？何これ、優しくない？何この優しい世界、どうしちゃったの？どっち狂ってんじゃん。この辺、賢者の石使うのに？賢者の石使わないの？最初だけ？どういうことだ、これ。マジ？ヒカさん、戦力は JAL さんとほぼ同じです。レベル30、今レベル34なのに。そうなんだ。戦力284なんですね。だいぶスリムですね。私が太りすぎかもしれない。私は、騎兵を作りまくったからですね。いや、そう、モンハンね、最近そんなにしてないので、こんなに作る必要なかったんだけどな。戦力288円もほぼ一緒どころか、私、罠作ったら超えますね、それ。マジっすか。スリムだ。羨ましい。いや、そう、スリムにね、しといた方がいいと思うんですよね。T1 防御やるためには。T1、1億作るだけで200円も上がっちゃうんで、やっぱね、こいつは弱そうだって思ってもらうためには、やっぱ戦力がね、低い方が弱く思われるので。あ、罠はほとんど持たない派です。あ、そうなんですね。私、罠好きなんですげえ作るんですよね。まあ、単純に、この消費還元イベントとかで、作るのと、あと、基本ゴーストで戦うので、罠で削ることが多いので、罠と野党でゴーストで稼いでるので、いつも、なんか罠は、なるべくマックスにしてたいんですけど、そうなんですね。持たない派なのか。罠持たない派の方結構いますよね。
まあ、私、今、罠減っちゃってるんですけど、この前のサーバー戦争で減って、それから増やしてないんで。まあ、罠もね、資源めちゃめちゃ使うんで、しかも使い捨てですし、効率はそんなに良くないかなとは思わなくはないんですけれども。強い人に RSS の無駄だと言われて、あ、そうなんだ。へぇ。無駄なんだ。どうなんだろう。でも兵隊作る気ないしな。その設備に、あ、本当は設備に RSS 使いたいんですけどね。でもそうするとスピードアップも足らなくなるし、なんか資源のかけ先に困るんですよね。兵隊は作りたくないしな。なんか悩ましいんですよね。なるほど。まあ貯めるのがいいですよね。はい、もうだって王城とかで 1B とか使うんだもんな。こんなん貯めてないとやれないよな。そうなんだ。罠無駄なんだ。なるほど。まあでも、私は多分消費還元イベントと、軍隊の招集分ぐらいは多分、それでも作り続ける気がします。まあそもそもね、罠って、なんかどういう作り方がいいのかっていうのがあんまりよくわかってなくて。まあでも、なんだっけ、どれかに一極集中することは結構いいよという話を聞いた覚えがあって、この射撃兵にね、強い岩をなるべく作ろうかなと思って今やってはいるんですけど、なかなかどれがいいんだろうな。毎日150個は作ってます。いや、それはそうですよね。毎日クエストは大事ですからね。私も毎日クエストは大体建設と敵兵の撃退以外は毎日クリアするんで。あれ？あ、16時間後だ。だいたいこの宝箱のね、無料をね、忘れちゃうんで、いつもドキッとしながら開けるんですけど。よし。はい。何の話だったっけかな。そう。資源の消費還元イベントが始まるので、K33 に着手するつもりだよっていうところですと。で、ラストスパートで木曜と金曜日にね、ユミルがあるので、そこでもうしっかり、資源をね、確保したいと思います。可能ならば、こっからじゃなくて別にこっからでいいのか。はい、この資源の中でも、なるべくね、この 1M 以上の宝箱をね、可能な限り残しながら、達成をしていって、ゆくゆくはね、10B に向けてストックしながらやりたいなと思ってるので、しっかり生産をして、生産と資源採集とかをして、貯めて、で、資源の消費還元イベントに臨みたいな、みたいに思って。ますというところですかね。はい。さて、今日もいつも通りダラ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 と喋ってしまったので、気づけばもう1時間40分も喋っていました。はい。では、まとめに行こうかなというところで、あ、ちょうど回復も終わるね。OK。はい。ジェムの消費ですね。まあ、50万ちょっと無駄に使っちゃいましたみたいな話があったんですけれども、いろいろね、リワードを受け取って74万まで回復しましたと。で、次のね、金曜日から始まるイベントこそ20万で消費を抑えようと思ってますということで、あれこれ育てるんじゃなく、次は、エレクトラ君に決めた。はい。エレクトラの育成をしていこうかなと。ルーンは一回置いておいて、この強化ですね。ジェム強化をしていきます。エレクトラのジェム強化と、ドラゴンのアビリティ強化。はい。通常の強化は、いいや。アビリティ強化。この、はい、二つを、まあ、ジェムを使おうかなと。で、オークションもなるべく、というか控えて
行こうかなというところですね。はい、次は、次こそ20万で抑えよう。次の次は多分50万使うんでね。はい、次はためのターンですと。はい、で、このエレクトラをね、強くして、まあ、SVS でね、使っていきたいというところで、まあ、サーバー戦争で使いたいんですが、多分、今週のサーバー戦争あんまりやれそうにはないので、まあ、やれる範囲で頑張ってきますというところですと。はい。で、今週のところですね。はい。この大群狩り、毎日モンスターを、倒すのは、皆さんね、やってると思うので、クエストを取り忘れないように、毎日更新なので気をつけてくださいというところぐらいだと思います。はい。あ、最後に大事なのありました。ノベリティベッティング。はい。これ、まだね、5日間交換できるんですけど、5日間経ったら確かこのコイン消えるんで、なくなる前にですね、交換をしましょう。はい。私、形跡ありますね。賢者の石を交換しました。はい。それほど賢者の石に困ってます。はい。まあ、ここでもね、いろんなアイテム交換できるので、私は、全然、ベッティング当たんなかったんですけれども、はい。一回だけね、一回だけ50倍になってる、素晴らしい。はい。それ以外は、オール×です。はい。この、ベッティングショップが、6日間かな、まあ、5日とちょっと終わっちゃうので、もう、この配信ね、見た方はもうね、もうすぐ交換するのをお勧めします。どうせ、後になっても今になっても多分そんなに判断は変わんないと思います。忘れないうちにやるのがいいかなと思います。私も、終わったら、あれを交換しよう。はい。そんなところですかね。はい。今週の金曜日から、みんな大好き資源の消費還元イベントが始まりますよということで、しっかり、ユミルをね、倒して準備していきましょう。ということで、ヒカさん、コイン消えなかったでしたっけ？ベッティングコインって消えません？あ、購入できないだけなのかな？このアイコンが消えるのは消えて、でも私、よくよく考えたら、だいたいコイン毎回使い切ってるので、残ってたかどうかはちゃんと覚えてないな。あ、でもなんか、端数残してみよう。いや、端数残りそうだな。なるほど。あ、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、来週のタイミングには、これ多分、このバトルベッティングっていうこの、アイコンがなくなってるはずなので、ちょっとこのアイテムの特殊のね、ベッティングコインが、どうなるのかっていうのを、でも、アイテムはイベント終了後自動的に消えますって書いてあるんだよな、これ。そう、獲得上限数に達成させる、すると追加されません。お早めにご使用ください。アイテムはイベント終了後自動的に消えます。そう、なんかね、消えたイメージなんですよね。でもまあ、ちょうど来週の配信で確認できるので、来週の配信で確認しようと思います。なんかね、分かりづらいというか、なんか連続してたりして、なんかずっと出てる時があったりとかして、なんかよくわかんなかったんですけど、一応、なんか前消えたかなっていうような覚えでした。まあ、貯める必要がある場合はそうかもしれないですが、まあ、基本的には、先行で使った、ヒカさん、今回まとめて使ったので前のが残ってたんだと思いました。今回の期間中は多分、7000ぐらいもらってると思いますね。7000、8000だっけかな。私、ベッティングでめっちゃ損しましたけど、その差し引きで7、8000あった気がします。毎回7、8000ぐらいもらえる気がするんですよね。それよりあったんだとしたら、もしかしたら引き継いかもしれない。1万以上使いました。それは引き継いでる気がしますね。そうなんだ。あ、じゃあ消えないのかな。消えないのかな？いや、消えないなら、いい話だと思います。私、なんか、アイテムはイベント終了後自動的に消えますって書いてある
のだけは覚えてたので、消えるから使おうっていつも言ってたんですけど、消えないなら、いい話だと思います。課金はしてません。なるほど。ちなみにベッティングコインっていくらなんだろう。まあいいや。はい。まあ、もしかしたら残るかもしれませんと、ただまあ、なんか、もしね、残んなかったときに言いたいので、気をつけて、ドラゴンコイン2つ強。5800ですよ、5800。いやー、ドラゴンコインだけ野犬高いっすよね。まあ、野犬高いっていうか、まあ、それほどレアなんですけど、すげー。いや、私もね、ドラゴンコインは多分どっかで買わなきゃいけないはずなんですよね。俺こそ、ドラゴンのレベルを、12にするためにはドラゴンコインしっかり多分使わないと厳しいタイミングがあると思っているので、そう貯めてはいるんですけれども、すごいドラゴンコイン2つは11600使ってるんで、それは多分この期間だけじゃ集められてない気がしますね。すげえ、それは重複してそうです。消えずに残すタップ感がある。そう、私もね、ドラゴンコイン交換したかったんですけどね、なんかちょっと、賢者の石の交換とかけたら減ってたんで、かけなければ、こんなかけをしなければ、減ることもなかったのに、これなんて835かけたのに1086にしかなってないしな。半分返ってくるけど、そんなことよりかけない方が得してたんだよな。不思議だな。まあいいや、やめよう。はい、はい、まあ、交換のね、上限とかもあるので、好きなものを交換しましょうというとこですかね。ヒカさん、でも消えたら責任取れないので使ってください。そう、そうですね。そうそうそう。消えても困らない数だけ残して、まあ単純にね、基本的に欲しいものは、すぐ、ね、ゲットして使う。基本的には、アイテムはね、使ってなんぼなので、アイテムはちゃんと使いましょうというところだとは思いますので、はい。はい、ぜひね、忘れずに、私は、何回か忘れたことがあるので、忘れずにベッティングショップ見ておきましょうというところですと。はい。大事なところは話した気がします。ということで、今週のエボニー配信はこんなところでおしまいかな。来週は SVS の振り返りはちょっとそんなにやれなそうな気がするので、文明装備のところですかね。文明装備どれかがいいかなっていうのを考えたやつがあって、ちょっと文明装備のところをね、ちょっと話をしていきたいなと思いますと。まあ私はね、そんなに詳しくないのでね、理解が、低い人が、理解度が低い人が、文明装備について考えてみましたっていう配信になると思いますということで、有識者のね、方がいらっしゃったら、ぜひね、助けてもらえると助かりますというところで、はい、次回は文明装備の話をやっていけたらと思います。はい、そんなところで、今日の配信は、こんなところで、お開きにしようかなと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。コメントですね、にゃんちゅうさん、ひかさん、つきみさん、レクセルさん、コメントありがとうございました。はい、いつもね、ありがとうございます。はい、また、よかったらね、来週も見ていただけたらと。まあ、来週もというかね、時間は、たまたま時間がね、合えば、見てくださるだけで全然十分ですので、気軽にエボニーのお供に見ていただけるといいのかなというところです。はい。じゃあ最後にイベントスケジュールを出してお別れしましょう。はい。ジェムと RSS の、還元イベントが来ますんで、皆さん準備してねというところで、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価していただけますと幸いですと。というところで、おつじゃる様でした。また来週お会いしましょう。さようなら。